しいラケット買ったった。それトイレを守ってするやつですよ。知ってる、見てる、読んでる、やってる。体が優しい風のよう、なんだか美味しい餅のよう。置いてる、めでてる、賃金が出る休みは。なんだかうるさい街のよう、なんだか尊い日々のよう。え、これラケットじゃ。大体それでどうやってボール打つんですか。打ってる。一体何が。お弁当一緒に食べよう。は、気まずくないですか。何が。いや、1年生の教室に2年生がいるとは。でも普段トイレで食べてるしな。やめてくださいよ、悲しい嘘は。あ、そういえば今日はナスノが練習来るって。ここみよ先輩は。久しぶりだね、3人は。じゃあまた放課後ね。そこまだっすよ。ゆり、こんにちは。高宮先輩、ナスノでよろしくてよ。ナスノ先輩、どこ行ってたんですか。ガンデレの方に。ガンデレ。またしばらく日本にいることになりそうですわ。はぁ、あ、って、何してあるんですか先輩。ほんと整備だよ。土えぐれてるじゃないですか。ここはジャガイモの種をまこう。どうせならイチゴとか可愛らしいの。いや、イチゴは面倒いんだよ、温度管理とか。そういう問題じゃないでしょうが。ナスノもいるし、たまにはダブルスの練習でもしようか。3人じゃきつくないですか。これで大丈夫だね。は、大丈夫大丈夫。大丈夫っつうか原理が。大丈夫だから大丈夫。じゃあ行きますよ。あ、ちょっと待って、金玉かゆい。ついてないでしょ。ダメ、今のは少し面白くてよ。ダメだこの人たち。で、この中心のところがスイートスポットって言うんですよ。スイートサッポロ。違います。甘くない。そうでしょうね。ねえ、帰りにケーキ屋に寄っていきません。ああ、いいですね。うん、美味しいです。店中のケーキを食べていいですわよ。ここの経営は私の父が握っておりますので。この味どこかで。あ、これガットの味だ。うどうしたのゆりちゃん。どういうつもりあなた。俺ですか。大丈夫、これで直せる。大丈夫だから大丈夫。続く。